どうも桜井徹です。アンパッキング続きです。さーて、ラストスパート頑張るか。はははは、よし行ってみよう。これなんだ、これ落ちちゃうか。本家、桜井があまり好きではない本の片付けがスタートしたぞ。あお、家族の写真か。ここに置いとくかな。グラス、ホエール、塩、胡椒、お皿。あ、これ何、こっちか。本、本、あ、赤ちゃんの育て方みたいな、妊婦さんの過ごし方みたいな本やな、これ。はあはあ。なやこれ、これノートパソコンじゃん。どこに置こう。あ、ここでいいや。オッケー、本、よいしょ、オッケー。あー、これここやろ。知ってるぜ、これランプだってことさ。教えてもろたよ、このゲームに。ろうそく刺すんやろ、ろうそくな。真ん中に置いとこう。なんだこれ、多分前のそのイラストレーターの主人公とその一緒に住み始めた人はあれよね、表彰度上違うよね。どこに置こう、これ。ここでか。よいしょ、本、本、ランチョンマットかな。一応重ね置きとかじゃなくて置くよ。4つ、4つ出てくると思ったんや。もうここに敷いといたのか。やっていくか置き直しをもうやっていかなきゃいけないか。そうな、やっていこう。はあ、じゃあこいつはここじゃないな。そうな、どこに置こうか。で、ここだ。ああ、出てくるもの、これなんや。ナプキンか。ここではない、これは。ここではある。よしよしよし、次、食器用洗剤、ハンドソープ、あー、たわし、たわしの、あれ、あの在庫、在庫って、うん、調味料、うん、貼り付けるやつ。ホップ、ホップ、んー、なにこれ、よくわかんない。保留、シュガー、コップ、これは、これもコップか。ボール、調理器具のやつ。ロンドンバス、なぜここにロンドンバス。地球儀、ね、ちょっと置いといたらよ。じゃあとりあえず炊飯器この辺ちゃうか。ボール、メジャー、メジャー、おー、人殴るやつ違うけど
あ、もう置けないっていうね。オップ、オップ、オップ。あー、コーヒー、ミル、これもコップ、コップいっぱい出てくんな。うん、さら、これだよ、このよくわからんやつ。こいつこいつ、これわからんのよ。クッキー型、トイレットペーパー、はー、これはキッチンペーパートイレットペーパーじゃない。ザル、ザル、下、あー、キッチンクッカーみたいなやつ。あー、せいろな、はいはいはい。布巾、布巾パート2はこいつが邪魔で置けない。チーズゴリゴリ、せいろの蓋、これは何、これは何、これは何、これ何、どっかに貼れる、これは何、黒いの、すごく不思議、これ何、よくわかんないの。じゃあここ、あー、ゴミね、ここら辺がいいんじゃないかな。キッチンタイマー、はい、メモのやつやな。ホエールだな、いたな。いや、こっち、はい、あー、混ぜるやつ、適当だ、とりあえず適当だ。使い勝手とかもう考え、うん、上に置いといてやろう。あ、こっちな、うん、こっちに置いとこ。鍋、うん、ちっちゃい鍋、トイレットペーパー邪魔やな、なんなのか。ほい、ほんと物って溢れるな。ニンニク潰すやつ、ん、ニンニク潰すやつパート2、貼り付け、あー、これも貼り付け、これはピーラーかな。ピーラーはこんなとこに入れない。ここはカトラリーセット入れ。よし、よし、一応なんか種類は揃えときたいな。これ何、洗うやつか、洗うやつか。おお、おお、ちっちゃいのもあんのか。ちっちゃいの、ここ、あららら、らでけえの来ちゃった。あ、ここ置ける、ここ置いとこ。ミトン、ここら辺に吊り下げられたらいいんやけど、吊り下げられないってことで、これの代わりにここ、天板、天板どこに置こうね。こう重ねとこう。天板は。はいはい。これは、ここかな。よし。こんな置く場所ねって。窓辺に置きたい、窓辺。窓辺、窓辺。よし。さら、さら、さら、さらシリーズ、さらシリーズはここら辺に置いとこう。マナーイーター、電子レンジ、大物来たー、ここに来て大物来たー、どうしよう。電子レンジかー、入んねえ、入んねえな、どうすっぺ。入った、いいね、いいね、いいね、いいよ。
いいへえ。オーケー。おや。電子レンジ入った。ボール。ああ、殺虫剤な。うんこちゃん。ああ、コーヒーのセットね。おお、いいやん。こういうのよく見るよ。アメリカのやつで。うん。どうしようかな。シュガーが邪魔やんな。ああ、じゃあソルトとかも出てくるわ、後々。ここやろ。来た、カトラリーセット。これが、いまだにわからん。水？水でええんか？オリーブオイル。バルサミコソースっぽいの。入れられない。どこに置いたんだろう。俺には見えないけど、どっかに置いた。違う。醤油。こういう本当もうかさばる系って大変ね。ソルトも出てきたわ。コップをしまえばええねんな。こんなとこに出しとらんで。これ重なんないのこれ。重なんないか。あ、だいぶ奥に置けるやん。じゃあここら辺に調味料系も置こう。シュガーは上に出しとく。使いやすいようにね。よくわからんのなよな。置けた。どこに置いたか桜井もわかりません。ただ置けた。めっちゃマグネット増えてんな。オッケー。キッチン終わり。ああ、次だ。ああ、荷造り。ああ、荷造りよ。荷造りよ、荷造りよ。いいテレビ持ってんな。荷造りちゃうわ。荷ほどきよ。よいしょ。大きいもの。ちっちゃいの、ちっちゃいの。とりあえずここ。これゲームソフトも入ってんな。今なんとなく置いてってるけど。うん。DVD も入ってんなこれ。何？これキッチンちゃうんか。ん？コンパクト。じゃねえな。なんだこれ。あ、これは、あれですよ。任天堂さんですよ。よし。任天堂さんはこっち。コントローラーは上でいいや。パッと遊べるようにね。これ鍋敷やったよな。鍋敷使うのってダイニングよな。うんうん。クッションね。ヘビんドラゴン。これはステッキなのでここ。なんかまた出てきた。うキモい。キモいのはここ。テレビに集中できない。あ、じょうろね。じょうろ。じょうろ下に置けないか。ちょっと詰めたら置けない。あ、じょうろどうしよう。あ、霧吹き。コースター？コースター？これ何？何これ？
豆腐とか。ジュブルっていうゲームやな、これ。もう起きねえずら。起きねえよ、もういっぱいだで。ゲームばっか持ってんの。はい、起きるわ。アゾレスっていうなんかゲーム、またゲームが出てきた。あ、オッケー、ここだ。ここだわさ。こっちに移動。収納あったわ、あった。よかった。おい。なんか、ゲームなんだか DVD なんだかようわからんけど、まあ、とりあえず全部ここに置いとこう。こうすった。あ、これで、OK なのね。全部二ほどき完了だ。で、こっから間違った。まあ、これは間違ってんのはわかる。このこいつは間違ってんのはわかる。うん。おふざけで置いただけ。さて。ここでもない。じゃ、ここか？違うな。置けないな。ここでもない。わかった。よいしょ。地球儀は、ここだ！違った！子供部屋かな？地球儀は、ここだ！当たりー！で、おべべとかを多分ね、しまえってことなんだと思うんだよ、これは。これは、ここか？おお、当たってた。さて、これらは違うのな。うんうんうん。あ、ここか。了解。じゃあこれも従ってこっちだ。うん。これが違うのか。これどこだろうな。おお、ここでいいの。これノートパソコンっぽいけど。さあ出ましたよ、これら。ここですか？それは分かりませんでした。ここだ。これもここだ。これゴミ袋かな、この黒いの。おうん、水をどうするかだよ。これまたここか。置物っぽいな、なんか。あと光ってるのはない。 OK、 キッチンはこれで OK。 ああ、これらだよ。違うの？ここでもない。ここ。これ扉開けたら生首があるってめっちゃ怖いわ。じゃあどこ？子供部屋？嘘。そんなわけないわな。あー、ここにもいっぱいなんか置いてるわ。もうやんなっちゃう。何？玄関なわけないもんな。わお。やだ。上にしよう。コンパクトは、あれかな？ウォークインクローゼットかな？あ、これらが違う？上に出しゃいいの？じゃあ。上に出しゃいいんか。
ここじゃないのね。嘘でしょ。マジでいいの、肥料がここで。あ、そう。あ、いいの、絶対世話しないって、こんなとこにこれ置いたら。いいのね、知らんよ、絶対やらんと思うな、あんなところにさ、霧吹きとか置いたら枯らすわ、絶対、観葉植物とか。違うと思うけどな、けどまあ、えいって言うんだから、甘んじておきます、そこに。これなんや、めっちゃブリブリ言うてるやん、これ。なんなのこれ。トイレマットか。違うの、これなんや。あー、玄関マットか。違うか。いや、ここちゃうの。風呂の中？なんで？え？まあいっか、いいって言ってんだから。このゲームがいいって言ってんだから、それが正解なんだ。疑問なんて挟む余地はない。これは、ここは大丈夫。これで OK やって。じゃあこれも、はい、これで OK。 ミニ四駆は、そうね、ここ。おお、いいんだ、それで。ほんまかいさ、これ。 OK って言ってってるけど、これなんなんやろな、これ。キッチン用品かな。これが何なのかが分からんのよな。いいの、そこで。よくないと思うけど。てか、それが何なのかが分かんないんだけど。ヘッドフォン、ヘッドフォンはここ。終わったー。疲れたー。終わったよ。二ほどきが終わった。はあ、ああ、お疲れ様でした。新居、新居だね。私の仕事場、絵描きの私の場所。そうね。見ましょう。えい。おーおーおーおお。おーおー、物量が多い。ハンガー1個ずつつけてる。ウケる。すごい量だ。もうね、もうパンツとかブラジャーとかもしまってさ、もう全部引っ掛けてた。肥料どこかなっつってたら、まさかあんなところで OK なのなんてね。テレビの上に肥料を置くっていう、狂気の沙汰のことをしたわ。あー、仕事場がどんどん出来上がっていく。早い。あ、今、今、いらんもんやってってるな。うん、どんどん冷蔵庫にあのマグネットが増えていく。あー、やってますね。片付けてますね。皿がタタタタタって入るの綺麗やな。あ、本が山ほど入ってってる。もう入れ場ないよって、上だ。いいね、いいね。もうちょっとで終わりやな。お、仕上げに入った、仕上げに入った。画面移動が激しい。終わった。ガガンっつって。はい、終わりました。2018年、新しい家、自分の仕事場、ベッドルーム、あとベビーベッド、いろいろ新しい要素が増えていきましたが、無事二ほどき終わりました。アンパッキング、またよかったら続きも見に来てください。
ではでは。